はい、続いては千歳のお邪魔しますのコーナーです。荒川さん、今回の島は？はい、今回はこちら、小豆島と手島のちょうど中間にある小手島です。小手島ではたくさんの牛が飼育され、その数はなんと350頭以上。もちろん島民の数よりも多いんです。そんな牛の島としても知られる小手島を訪ねました。島に着きました。家は何軒か見えますが、人も牛もまだ見えませんね。どこにいるかな。一軒一軒の造りが大きくてとっても立派ですね。タコ壺がたくさんある。タコ漁をしてるのかな。お母さん、こんにちは。こんにちは。お母さん、島の生まれですか？いえ、生まれではないんですけどね。はい、はい、よそから、はい、瀬戸の花嫁で渡ってきたんです。はい、お母さん、瀬戸の花嫁。そう、若い時はな、瀬戸の花嫁で、はい、あの船で渡ってきた。向こうの島から。どこの島ですか？潮島の向こうのね。はい、沖ノ島いうとこから。沖ノ島。そう、私去年行きました。ああ、そう、はい、いつ頃こっちにいらしたんですか？今日は36年に来たんかな。すごい、もう50年以上。50年以上、うん。今は何されてたんですか？お役所してね、あの野菜を取ったりいろいろしよう。で、息子が漁師しよるから、そのお手伝いしたり、はい、できることぼちぼち。ここの島がよくって。どんなところがいいんですか？町の方行ったらガヤガヤしてるしね。早小豆島のとこ行ってでも、あの帰りたい。やっぱ静かなんがよろしいな。小手島、うん、牛が多いって聞いたんですけど。そうです。牛、人間は少ないけど牛が多いんですよ。人間より牛が多いんですよね。あ、よっぽどよ、よっぽど多い。牛は随分おるらしい。人はどれぐらいいらっしゃるんですか？人がね、選挙権が11人か。に大人ばっかしも、うん、牛にも会いたいなと思って。ああ、会ってみてください。ものすごい大きなのがあるよ。港に船が増えてます。こんにちは。突然すいません。お父さん、はい、今この船で来たんですか？帰ってきた。帰ってきた。あ、帽子にオリーブ牛って書いてありますね。はい、オリーブ牛育ててるんですか？そうだ。お父さんの牧場って近いんですか？ずっと向こう。牧場を見せてもらってもいいですか？遠いよ。え、どれぐらい歩くんですか？30分は十分かかると思う。え、ぜひオリーブ牛見せてもらいたいんですけど。はいはい。島の東にある竹内さんの牧場までおよそ2キロあります。舗装されていない道を進むことおよそ20分。急に視界が開けます。おお、海が見える。わあ、青い空、青い海、綺麗。風が気持ちいい。あ、でもここまっすぐ行ったら出られそう。すごいな、なんか。島の北側にある関の浜は、砂浜が300メートルほど続く美しい海岸です。おー、気持ちいい。
んかもうこの砂浜を独り占めできるっていうのが贅沢ですね。そして関の浜から歩くことおよそ10分。虫が鳴いてる。島の東側にある竹内牧場です。ここがお父さんの牛舎なんですね、はい、何頭ぐらいいるんですか。今115頭ぐらいかな。竹内清さんは1972年に牧場を始めました。迫力ありますね。最初は酪農でしたが、1997年により収益性の高い黒毛和牛の肥育に移行しました。そして2007年からオリーブ牛の生産に取り組んでいます。オリーブ牛は讃岐牛にオリーブの搾りかすを混ぜた餌を与えた生後28ヶ月以上の牛です。これなんですか。つぶつぶなったの種の潰れです。はい、触っていいですか。はい、これがオリーブの乾燥させたもの。そうそう、こうやってあげるんですね。そのままじゃダメなんですか。そのままちょ食べたんでは人が食べても渋いのかな。じゃ乾燥させると牛が食べるんですか。はい、1日 200g で、これ1体ぐらいかな。あ、1頭ずつが毎日、はい、朝だけ。はい、へえ、あ、近寄ってきた。あ、食べてる、うん、美味しいんですね。オリーブをあげたらちょっと違うんですか、他とは。やっぱり食べた感じがさっぱりしとるのかな、脂っこい感じはせんか、うん、それかオレイン酸とかは若干タコなっとるかな。いただきます。うん、口に入れた瞬間にとろけますね。脂っこさがないというか、さらっとしてる。油がとっても美味しいです。やっぱうまいな。農協の売り出しの時には食べています。普段はもう食べません。やっぱり高価ですから。牧場の経営は全てが順調というわけではなかったようです。第一次の石油ショックの時にはかなり赤字出したんですよ。辞めるからどうしようかいうところまで考えやったけど、やっぱり辞めんでよかったかなと思うんですよ。オイルショックや牛肉の輸入自由化などの影響で赤字になることもあったそうです。以前は小出島に4個あった畜産農家も現在は2個に減少。そんな中、生き残りをかけて挑戦したのがオリーブ牛だったんです。これからの期待とかありますか。頭数を増やすあれはないけどな、もうちっとこうええものが出んかな思うんやけどな。牧場の竹内さんはご夫婦で守ってきたんですけど、今は息子さんも U ターンして戻ってきて一緒に支えているそうで、これからもみんなで協力して美味しいオリーブ牛を届けてもらいたいです。本当 U ターンして戻ってきてくれるなんて嬉しいですよね、竹内さんご夫婦人柄も出てましたし、これからもね、元気で頑張ってくださいね。